牧市公設市場の看板市場の内部、牧市公設市場は沖縄県那覇市にある公設市場。別の場所に雑貨部、医療部があるが、通常、牧市公設市場といえば、魚介類、食肉類をはじめとした食料品の販売を中心とした第一牧市公設市場を指す。以下特に断りのない限り、第一牧市公設市場について説明する。 周囲の商店街は入り組んでおり、出入り口など位置関係がわかりにくいが、その分凝縮されていると見ることができる。現在は約200の店舗が入居しており、原則すべて独立業者である。同一業種の業者ごとに密集する市場形態は沖縄県外ではあまり見られないが、これは戦前あった東町市場の配列を参考にしたためと言われる。 1950年頃のガーブ川の水上店舗第二次世界大戦後、ガーブ川沿いに自然発生的に闇市が起こった。川沿いだけでなく川の上にも水上店舗が立ち並ぶ状態だったが、一帯はもともと郊外の湿地帯だったため大雨の度に洪水が起こり、衛生的にも問題になっていた。陸上の業者は水上店舗により川の許容水量が落ちているとして、 店舗の移層を求めたが、水上業者も組合を結成して対抗し、市民間の対立が深刻化していた。そこで、那覇市は公的管理が及ぶ公設市場の必要性を認め、1950年、市が米軍管理用地約9800平方メートルを借地契約し、1951年に牧市公設市場として開設した。 しかし、この用地はもともと私有地だったため、1960年代に地主が返還を要求し始めると、市場存続問題が生じた。市は一度は、市場の移転と用地明け渡しを決定し、近くに移転先を確保したが、市場の業者たちが、この移転先について、人通りが少ない裏路地では、商売にならないと反対運動を起こしたため、交渉は難航することとなった。 市は1969年、この移転用地に第二薪市公設市場を開設したが、業者の移転は進まず、結局、旧市場は第一薪市公設市場と改名して存続することとなった。その後、地主との交渉も決着し、第一薪市公設市場は1972年に現在の建物に建て替えられた。両市場は市民の台所として、 戦後の沖縄を支えてきたが、1972年の本土復帰を境として、本土資本の大手百貨店やスーパーマーケット進出の煽りを受け、徐々に客足が減退していくこととなる。2001年3月には第二牧師公設市場が閉鎖された。第一牧師公設市場も店舗数は減少傾向にあるが、 沖縄県の珍しい食材が安く購入できることや、食堂で家庭料理が安く味わえることから、ガイドブック等に掲載されるようになり、観光客が多く訪れるようになった。現在では、那覇市を代表する観光スポットと変化しながら、存続している。なお、第二牧師公設市場の跡地はさら地にされた後、那覇市中心商店街にぎわい広場として整備、されており、 個人の企業家などの小規模店舗を集めたスポットとなっている。カリー店市た第一ちま公設市場。現在の市場の建物は1972年に建設されたものであり、老朽化していることから2008年より市場の現状や課題を調査した上で建て替えが検討され、2019年6月16日で現行の建物での営業を終了し、7月1日に 蒸気、上にぎわい広場に整備された仮設市場に移転した。亜熱帯の沖縄で採れる鮮魚が並ぶ1階で購入した食材を2階の食堂で調理してもらう場合、別途料金が必要となっており、市場ではこの旨の告知を掲示している。なお、食材の持ち込みをしなくても料理を注文できる。ありがとうございます。